皆さんこんにちは、鳩間隆です。ロズ康子です。今日は恋愛というテーマで勉強していきたいと思います。はい。ロズ先生は恋愛はたくさんされてこれ来られたんじゃないですか。いやいや、私は旦那一筋ですよ。旦那だけです。あですはいあ。そうなんですか。<laughs> はい。鳩間先生こそ旦あの恋愛すごくされてきたんじゃないですか。鋭いですね。うん、実は私あの恋愛大学院を卒業したんですよ。よねでやごにラブや。<laughs> もう冗談ほどほどにしてくださいはい。はい、では早速単語の発音練習に入っていきたいと思います、はい、皆さんも私たちの後に続いて大きな声で練習してください何々なんてなんて一言一言何々についてはについては言い出す 言い出,す出会う,出会う交流会交流会何々をきっかけに時々,時々気が付く,気がつく何々に対してに対して感謝。感謝 ラブラブだラブラブだはい、出会うやラブラブなど恋愛の時によく使われる単語が出てきましたはい、特にラブラブだというのは人のカップル他人のカップルに対してあの人ラブラブだなとかいうのはいいんですけれども自分たちのことについてラブラブなんですとかいうのはちょっとね、うざいですよねそうですね鬱陶しい感じがしますねなのであんまり使わないように気をつけましょう はい。では早速会話文に入っていきたいと思います。はい。職場の同僚に恋人を紹介している場面のようですね。はい。どういった彼女なんでしょうか。見ていきましょう。大きな声で練習してください。はい。今度僕の彼女を紹介したいんですが。え？上村さん、彼女がいるなんて一言も言わなかったじゃないですか。え恥ずかしくて。 彼女についてはなかなか言い出せませんでしたどこで出会ったんですか会社の交流会ですその日をきっかけに時々会うようになってへえ、それでどんな人なんですかよく気がつく人です僕にとてもよくしてくれるので彼女に対してはいつも感謝でいっぱいですいいなラブラブですね ラブラブだなんて、本当に羨ましいですね。そうですね。魚、うん、住先生は旦那さんとは仲がいいですか。仲いいですよ。ラブラブですよ。<laughs> どこで出会ったんですか。<laughs> えっとですね。私が昔、はい、日本語を教えてた学生だったんです。はい。はい。私の一言で、彼が。私のことを <laughs>。好きになったんですか。<laughs> そうなんですよ。本当にドラマのような出会いですね。そうですね。羨ましいですね。はい、はい。それでは、あの、次の単語を見ていきましょうか。はい。 皆さんも大きな声で私たちの後に続いて練習してください。何何々って何々っってて付き合う付き合う腕を組む腕を組むまさかまさか何々はずはないはずはない信じる信じる。 ここででも恋愛に関すする単語がたたくささんん出てきましたね、はい、上澄先生はははは旦那さんとはやはり仲はいいですかもちろんです。 たくさん腕を組んで歩くのが夫婦の秘訣ですねでは早速会話文を見ていきましょう、はい、次はまさかの浮気の話でしょうか<ー>ちょっと気になりますねじゃあ会話文を早速見ていきましょう大きな声で練習してみてください、はい、木村さんって同じクラスの山本さんと付き合っているんですか ええ、そうらしいですねでも昨日木村さんが他の男性と腕を組んで歩いているのを見ましたよえまさかそんなはずはないでしょういや本当ですよびっくりしました信じられませんね木村さんに限ってそんなことはないと思いますけど僕が聞いた限りではあの二人とても仲がいいという話でしたし じゃあ、見間違いだったんでしょうか。そう信じたいですよ。はい。ですね。本当に見間違いだったんでしょうか。ええ、そうであることを願わずにはいられませんね。そうですね。はい。はい、そういえば、この前、鳩間先生も女性と腕を組んで仲良く歩いているのを見かけたんですが、はい。え。いや、私の覚えている限りでは。記憶にないですけどね。はい、あ,あ、そうです。見間違いじゃないですか。 が <laughs>、ね、チャームポンこぶな。はい、今日は恋愛をテーマに勉強してみました。恋愛が充実すると、人生ももっと楽しくなりますよね。そうですね。恋愛を頑張るのと同じくらい。皆さんも勉強を一生懸命頑張っていきましょう。はい、それでは皆さんまた会いましょう。さようなら。